ち壊れた機械生命体を倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。あれは、ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。どうして機械生命体やそれを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ。記録によると人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろイブ。分かったよ。でもなんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ。俺たち機械生命体はこんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。まず最初に聞いていただきたいことがあります。私たちはあなたの敵ではありません。トゥービー、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王様をしています。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。
その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。オペレーター 2-1-0 より 9S 定期連絡を行います。本日は 9S に重要事項の連絡があります。何でしょう。整備部から 9S の飛行ユニットの扱いについて苦情が入りました。勝手に改造するのはやめてほしいとのことです。あ、いやだって衛星からの情報に余計なデータがあって射撃補正が遅れるから仕方なく。反論があるなら自分で整備部に行って話すなり殴りなりして解決してください。以上。オペレーターさんって意外と乱暴なのかな。いかがでしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか。口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。
することでしか相互理解は得られない。私はそう思っています。そう、何の音だろう。バンカーより 9S に緊急連絡。廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認。随伴する機械生命体反応が多数。全ヨルハ部隊に出撃命令が下りました。大型兵器、トゥービー、やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。オペレーター 2-1-0 より連絡。 9S、 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体？あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器装甲を分析。弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。存在した飛行ユニットを排除します。さすがは夜の開発部。マップデータを確認してください。了解しました。 2B、 司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので向かいましょう。わかった。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。集中している。ハブの情報をひょ。
飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行です。接近を推奨します。了解しました。敵大型兵器前期機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。まさか数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。